はい、どうも、妖怪三国志クイントリオーズ、今回もやっていきます。もうすぐね、前半戦が終わる予定で、今回ね、まだ1回だけかな、ドロップしたの。なんで到達も合わせて400だけですね。今1410位ということで、今回ちょっとなんからしいよね。久々に順位でドロップ、なんつうの、ゲットできるみたいな感じになったんで、今回優しいっていうかな、1500位でね、まあぶっちゃけ3000位でもよかったんだけど、はい、一応1500位内でもね、絆がもらえるので、いきますね。まあ、累計スコアも前半戦、はい、1500位あんま変わんないね。で、後半になったらね、ハイスコア、後半の方が厳しいね。前半がお得だったって感じですかね。あ、お得でもねえのか。はい、なんかレンジが広いね。500位から1500位が一緒っていう感じでね。はい、もうすぐですね。到達は、そうですね。まあまあ、前半、ちょっと少ないかな。後半は4倍頑張んないと、はい。地場駒にたどり着かないんでっていう感じですかね。ちょっと地場駒まだゲットできない、久々の感覚というかね。はい、まあいつ新しいランク来るのかなっていうところで、確かあれだな、ハイスコアチャレンジは確か前半戦と後半戦の回復しない気がしたんで、はい、あれだけどね。今日前半戦、超級1回だけね、はい、9回って書いてあるんですけど、で、ランはね、結構コメントで落ちましたって言ってたんだけど、私は落ちなかったんで、エラベールでね、上げちゃいました。後半戦の個人もね、来てくれると嬉しいなと思いますけどね、今回来てくれるのか、次回なのか、はい、まあまあまあ、とりあえず楽しみにしたいと思います。ということで、あと1分で前半戦終了。ちょうど1500位には入れましたと。もう異次元だな。さあ、で、あとはね、後半戦始まったら超アップがね、一応来るので、そこかな。もう1000位も入れなかった、久しぶりに入れなかったね。なんか今回やっぱりゲットできるんで、割とね、丁寧にやってる人が多かったのかなと思います。まあちょっとラッキーチケットはもういいかなという感じで、確かね、回復しなかったと思うんだよね、体力ね。なんでちょっとこのまましたいと思います。一応、今回なんかいつもよりみんなちゃんとやってる感じがしますね。はい、これもなんかあんまり適当って言ったら違うけどね。はい、というわけで前半戦は終了したかな。はい、というわけで時間合ってねえな。はい、後半戦のね、ボスも、能量ジーバーコマリクソンと。で、1000集めてゲットできますよ。で、水源ラインラが、いると、10倍。10倍ってことはやっぱ 1% なのかな。100回もやんないからね。1回に5回消費しちゃうから、体力ね。だから500消費するってかなりきついよね。なので、10倍。ドロップ率10倍で。あ、10倍ってことはあれかな。10% はどうなんだろう。はい。ということで、後半戦始まりました。まだ、あ、そうだ、あと黒田 D から、あれだね、みんなありがとう。私、全然、めんどくさがってやってないんだけど、はい、ハイスカチャレンジね、後半戦始まりました。さっきも言ったけど、能量磁場駒ね、今回ゲットしたいと思ってて、動画回していますよ。で、さっきも言った通り、到達スコアでね、私は400までいったのかな。それがあと300か。100はね、ドロップしたので、それがあとはランキングと、
ことですね。うん、雨ミキサー大当たりあったっけ。へえ、そうなんだ。はい、というわけでね、後半戦もね、最大20回ドロップして、超級5でもね、ドロップするみたいなんで、っていうことですね。あと今回、復刻5級は個人仲間にあります。お、やっぱり小生の流玉個人が来てましたね。来てましゅって言っちゃったら来てますね。ピーチ姫がいると、ビーチ姫がいると3倍ということで、はい。ミッションのところに、いいね、個人の、あれが来て、私、そうだね、4個いるんだよね。だけどこれは、まあちょっと前半戦に選べる2個使っちゃったんだけど、まあ1個ぐらいはドロップさせたいかな。あとはちょっとガシャが、超アップになってるので、これはちょっとね、次の動画ぐらいでやろうかなと思います。ちょっとあれだね、なかなか報酬が、前半戦の報酬が来ないんだけど、あ、来たね。1096位、累計ね。まあこれ正直750から1500だったののレンジだったんでいいのかなと思います。じゃあいただいていきましょう。これでね、地場駒絆1410位に入れました。はい、ということで札もいただいておいて、やっとね、ゲットできます。絆召喚ね、よいしょ。はい、というわけでね、ようやく能量地場駒陸村獲得しました。小生ですね。にゃんゲー、謎が来たにゃん、一緒に楽しく過ごそうぜ。ということで、地場駒は映画ではできてないか。映画は地場駒じゃなくて、あれか、ウィスパートのやつだ、なんだっけブチニャンだったっけ、最初の映画ね。はい、というわけで地場駒リクソンゲット。ブリッジこんなに枠があるな。はい、というわけでね、無事ゲットできました。はい、じゃあちょっと見てみましょう。ただね、これね、雨妖怪なんで、ほんと要注意って感じですね。ちなみに、スイカニャンは2凸まで来ましたね。雨妖怪だけど、全部いけんのかな？ちょ、おお、さすがに黒が足りないね、やっぱり。はい、いつもの黒が足りないってやつで。まあ、この辺のロリポップとかは足りてるけど、やっぱり、黒足りない問題が来てますね。なんでちょっとなんかあと裏技でね、変換っていう手もあるんで、使わない雨妖怪で変換するという手もありますかね。黒がやっぱね足りないかな。にゃんげー、攻撃速度も速い方だね。潜在能力、クリティカル、あ、いいね。クリティカルぶつかりと命中アップがないだけだな。でも 30% か。消化封印打ち消しが 80% でも、ヒーダメージ 50% はすごいね。これはあのクリティ火のイベントでね、特にこういうハイスコチャレンジとかはね、あの前衛の必殺火とかがね、あのかなり刺さったりするので、はい、いいんじゃないでしょうか。一応絆とかを見ると、ハイスコアチャレンジね、前回誰だったっけ、ハイスコアチャレンジ、これか、1730までいってるので、あ、でもあれか、確かチケットもらえんだっけ。5凸までいってるから、5凸で1730だからね、まあ6凸分はね、ちょっとできたらゲットしたいなと思ってるけど、一応ゲットしたのこれですね。あとはちょっとこの辺、確かチケットね、もらえるので、この辺は、前回のね、水着なんちゃらと同じで、あ、花嫁か。あれで、別ガチャチケットはね、欲しいなと思ってます。じゃあ、後半戦もやっていきましょうか。一回だけね、不気味みたいに C ランク。C ランク、これね、終わればやっと、
やっとね、よいしょ、コーヒングとかできたりするんで、クリか。あれ？あー、そっかそっか、召喚で倒すだった。まあいいや、これだとちょっと召喚で倒せないかな。今回やっぱり絆でちゃんとね、みんな絆多分結構ねドロップしないってコメント聞くので、うん、ちゃんとね、あのそれなりの順位に入って1000はね欲しいですね。後半は同じだろうな。前半戦多分ちゃんとみんなやった感じがするので、ちょっともう一回見たいな。ジバコマリッツ、はい、ロボリュウ君です。まあ、これでね、超級、今回極級2とかないのかな。はい、極級あるよな、極級2あるね。うん、なんで後半も頑張りたいと思います。で、ジバコマを大辞典で見たかったんで、クリチの中で戦力はここか。力が高いね。2139は上位ですね。あとは他も低くないって感じで、戦力9500か。なんでクリチーだいったら力ナンバーかな。ちょっと力で相当しましょうか。まあ2000あるんでね、やっぱりイベント妖怪、前回のイザナミほどではないけどここにいますね。なんでヤンゲー、能量のため涼しげな緑色の浴衣に木が、なるほど、ジバコマリッツォン、火を操る武将妖怪が涼しさを求めるという、なんとアバンギャルド。なるほど、確かにね。はい、でもね、うん、火の妖怪なんで、プリチー火って意外にね、使いづらいんだけど、これはどうなんでしょうね。 50% アップがあるんでね、いわゆる 1.5 倍かあるんで、いいんじゃないでしょうか。プリチー火でレッドジェイに続いて力がある。うん。なんで。一足が結構火じゃないんだよね。前衛が多いから。なんでね。そう、プリチー火のくせにね、一足無属性なんだよね。はい。なので、うまくね、使っていきたいなと思っております。はい。というわけで後半戦は個人がね加わったんで、個人はね持ってないんで、ぜひゲットしたいと思います。だからな、まだ討伐戦のラインナップに多分流玉7とかに入ってくると思うんですけど、その前にねゲットできるんで、個人楽しみですね。個人は本当に強いんで、クリティカル40、不思議50ね、不思議50あるから、こういうハイスコアチャレンジとかね、うん、非常にいいと思うので、はい、まあいいといえばね、ランも結構いいんだけどね。ランは勇ましたっけ、ランも豪傑か、豪傑50だね。うん、という感じなので、はい、うまくね使っていきたい、チゲットしていきたいと思いますね。まあ最悪ね、前半戦と同じようにイベント選べる。2個あるんで。あ、2個あるか。おお、あれ、なんで2個あるんだ。あ、そうだ。国取りの方で交換したんだ。なんで、あと2個ね、交換すればできるんで、まあ、いいねって感じですね。はい。という感じで、超アップね、やってんで、ちょっと、超アップはまた別途、ガシャリしたいと。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ジバコマリクソン5555極級とか難しいのかな。
はい、ちょっとまあゆったりちょっとゆったり頑張りたいと思います。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、いやー、ゲットやっとできましたね。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。10倍だから、10%? そんなないか。10%? どうなんだろう。